無数のチューブと呼吸器で、ベッドに縛り付けられている翼くんの命が消えようとしているとき、抱きしめたいと言われ、抱きしめてやりたかった。あれは、翼くんを死なせるという書類なんです。すでに翼くんのお母さんは意思表示をされてた。それなのにそんな書類にサインを、家族を死なせるということに同意させる書類に、私は平気でそんなものにサインさせる医者は狂ってると思います。